おはよう。2月18日湘南ハンチャンポ、音楽プロデューサーのハンサムハンジと、パグのパンコと、ブルース・エグリフォンのハンジロです。昨日ね、実は、車が納車されましたね。赤いコンパクトカーですが、久しぶりのマイカーだね。去年はさ、こう家をね、土地買って家を建てて、ね、次は車かよってさ、まあ、思うかもしれんけど、まあ、人間というのはそういうもんだよね。絶対にまあ満足はできないんですよ、ね、どんだけ売れてもどんだけさ評価されても、満足できずにね、こういう何音楽とかね、芸能界でもずっと満足できないと思いますな。ちゅうことで、どんどん前に進んでいきましょう。あ、久しぶりだ、ほんとね。2010年にハイエースをね、それまでもずっとハイエース乗ってた。ハイエースを手放して明大前に引っ越して、もう明大前ってもうさ、電車が便利すぎるから車いらないんだよね。で、まあ、車売って、でずっとこうビッグダミーっていうでかいチャリンコでね生活しとったんだけど、まあ、茅ヶ崎来たしね、まあ、ここの2人とね、かみさんとどっか遊び行きたいしね、あとまあうちのレーベルのね所属の子たちを、今までねいつもレンタカーで行ったから、あのツアーはちょっと、まあ今年はちょっとまた地方に行けることを願って車を買いました。赤なあ、赤い彗星ということで、こう半タンクタンクって車、トヨタのタンクっていう、もう今はもうねなくなったんだけど、今ルーミーっていう車に統一されて、タンクという名前がなくなった、もう最後のねモデルで、あの新品の、まあ、新古車みたいなもんなんで、まあ、いい車が買えたと思います。でパパッチのマスター、茅ヶ崎のライブバーのパパッチのマスターの同級生が、あの中古屋さんのね店長やってて、その関係で、いい車を紹介していただきました。ありがとうございます。ちゅうことで、昨日作った曲をね、ちょっと変えた。さっきこうどんだけ頑張ってどんだけ評価されても満たされない、そういうね気持ちを歌にしたあれです。夢の裏側、夢の裏側、見えた気がして、夢が見れない、満たされた時代、けどまだ何かが食べたい、夢の裏側、何度も見たけど、夢の笑顔はどこに行けば見れるの、お腹はいっぱいで吐きそうだけど、まだ何かが食べたいの、夢の裏側、見えた気がして、夢が見れない、
たされた時代。今日のところはこんな感じですね。昨日と逆にどんだけもうね腹いっぱいでもう本来満足するはずなんだけど、もうねいっぱいいっぱいでもう吐きそうなぐらいこうお腹いっぱいだけど、まだ何かが食べたいってね人間っていうのは思うんですよ。まあそういう思いをね、ここも最後もサブドミナントマイナーにして、このうわーっていう感じ、まだ何かが食べたいのっていう風に、音楽理論的に言うとサブドミナントマイナーを対応しました。そんな歌でね、まあ、ちょっとまあキーがちょっとね高すぎるかなと思ったりとか、まあ、寝起きだから出ないのかその辺のちょっとね判断ができんけども、まあ、夢の裏側こうやってちょっと毎日ちょっとずつブラッシュアップして、ね、昨日の歌詞ね、あのお腹が空いても美味しくないのっていうさ、何を食べてもっていうあれも結構好きだから、まあ、1番と2番をあれでこう分けてもいいかなと思ったりしてます。ちゅうことでね、ハンサムレコーズ久しぶりのマイカーが来たので、全国ツアー今年はやれるように、コロナが早く収まってくれることを願って今日はこんな感じでバイバイ。パンコちゃんだよ、バイバイ。ハンちゃんだよ、バイバイ。Ha ha ha!